絶叫甲子園。最もインパクトのあるピッチャー、赤商業の中森が9回5安打2失点という粘りの完投勝利を見せました。最後の甲子園で本領を発揮しました。1年生から出場し続けて4回目の甲子園、間2つはベスト4まで勝ち抜くという原動力になりましたが、最後も素晴らしい能力を見せてくれました。やはり一人一人、中森だけではなくて素晴らしい選手、野球をこう見つめ続ける姿勢のいい選手が多いんですね。その選手たちを作り上げているのがこちらの方です。波佐間義則監督です。四国の名将馬淵監督の下ですね、コーチを務めて明石商業で指揮を取り始めて、今の非常に強いチームを作り上げて、いよいよ全国制覇も見えてきた。名将武将に例えると、どんな人なのかなんていう関心もちょっと湧いてきちゃうようなんですが、徳川家康なのか織田信長なのか豊臣秀吉なのか、果たして兵庫県ですから黒田官兵衛 なのか、もしかすると四国なんで長宗我部もどっちかなのか、誰なのかといういろんな名前が出てきて、真田池村も加えてみたいかなというような、いろんなこう戦略策略、人の育て方をしている人で、今日も一番注目したいのはね、ここですよ。8回の裏、3点目を取ったところで、4番5番と続いてチャンスが来たところで使ったピンチヒッターは代打三塁コーチ、三塁コーチを務めていた山口選手をここでピンチヒッターに起用したんですね。山口選手はもともと三塁コーチ専任職なんですよ。専門に三塁コーチやったらぐる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 回すとか、おいおい気をつけろ気をつけろって教えたりする役割の三塁コーチの専門職だったんですが、ここで代打に使ったんですね。で、見事にタイムリーヒットを打ちまして貴重な3点目を挙げるというところだったんですが、この山口選手に試合終わって聞きましたね、いつ言われたのって6回終わったぐらいに言われて、ちょっと中森がくたびれてきたし、攻撃になった時にお前を使うかもしれないと言われて、で準備をしたそうで、で8回の大チャンスに回ってきて、でバッターボックスに行く前に、波佐間監督がスーッと出てきましてね、この山口君に、何個とかこう言葉を伝えたわけですよ。これは何かと言ったかというと、低めは捨てろ、打たなくていい、高めの直球だけを狙え、わかりましたということでバッターボックスに入って、本当に高めが来ましたね。高めなんですよ、高め打ってるんですよ、これね、ね、高めでしょ、ね、この波佐間監督が言った通りなんですね。これも終わった後山口君に聞きましたらね、やっぱりあそこはこう緊張したでしょとかって、いやそんなことありません、僕そんなタイプじゃないんですって、すごいひょうひょうと答えてくれるんですよ、山口君が。ですからものすごい緊張の、期待の4番5番と過ぎ去ったところで、前の5番バッターは2点タイムリー打ってて警戒されてフォアボールで歩かされたんですね。その後絶対決めなきゃいけないと、もう懐かしいプレッシャーがかかるところで、僕そういうタイプじゃないんですっていう山口君を起用してタイムリーが出るっていうあたりがね、これがやはり波佐間監督の読みっていうんですかね、適材に適所に人を使っていく、そういう戦略が非常に見えた貴重な、この一点があったから中森も完投することができたんじゃないのかななんていうふうに思いますし、ですから波佐間監督ってのはもう大げさなガッツポーズとかですね、ちょっとまあ相手がショックを受けるようなアクションなんだからどうなのかなって言われるようなところもあるんですけど、選手から見るとね、一体感があるっていうね、一緒になってくれる、すごい熱い親父だ、最近ああいう親父はいないんだっていうふうにね、意外とね高校生が言って、地元でも人気があって、波佐間監督と一緒に野球がしたい、喜び合いたいっていう生徒が多くて、一律ですね、私立の明石商業に多くの選手たちが集まってきてこの甲子園を目指してくるというような、流れにもなっていまして、ベンチに入らない選手にもずっと大事な大会の前でもバッティングを教える、でしかもその一人一人に合った別々の教え方をする、で継続することがお前たちには大事だぞっていうふうにこう言ってくださる監督さんで、ですから波佐間監督自らも継続して教えて教えて同じことを口すっぱ
く酸っぱ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 く教えているというようなことで、今日のベスト4ベスト4っていう風に、来るような監督にこうなって、来てるんだと思います。今大会は公式のゲームではなかったですけど、明石商業のこの後が楽しみです。一体狭間監督は徳川家康なのか、織田信長なのか、豊臣秀吉なのか、長宗我部元親なのか、黒田官兵衛なのか、真田幸村なのか、詳しくはスポニチでさらなる感動と興奮伝わること間違いなしです。その答えはありません。